関東九州公開コラムグッズのコラボとなりました、はい、まずは一目ご覧になっていかがですか。いや可愛いなと思います、はい、さあこの大分別府の竹細工なんですけれども、はい、まあ、始まったのは室町時代ということで、はい、ピントは来ないでしょうけど、いやでもありますよね、こういうなんていうんですか、お店じゃなくて竹の、小学校か中学校かはっきり覚えてないですけど、行って作ったことはあります。あ、ご自身で。はい、まあ、今回はそんな地元別府大分の女性の工芸家の方が一個一個手作りで作ってくださったということなんですけれども、はいはい、このまあ柄とかそういうの含めてどういうところがポイントで選んだんですか。基本的には僕赤が好きだったんで、この赤、はい、は、はい、選ばせてもらいましたし、これはまあ大きさの黄色もありますので、それを交えながら交えて、はい、っていうのは僕も実物初めて見るんで、出来上がりは、はい、本当に可愛くできてるなと思いますし、まあ、地元のね、こういう伝統工芸品が広くファンの方にね、広がってきてるんですね。そうですね、本当地元の地元ですから、そこで育った人間であって、こういったまして自分もこうやって作ったことがあったりもしてたっていう偶然のあれがありますので、本当一人でも多くの方に、はい、持っていただけたらなと思います。最高に可愛いと思うんですので、はい、一つ、まあ、ファッションの一つとして、はい、使っていただきたいなと思います。